ビルに付着させないというためにですね、自分もすべて水をかけて、ほこりを出さないように霧吹きで今水をまいたということです。全ての自分の体ですね、それから周り、空気、全てに水をまくことによってホコリ対策をしている。これ残念ながら日本では多分ほぼどなたもやってない、海外ではこれがスタンダードです。ですからホコリが入って、そのホコリをですね潰して見えなくするという考えではなくですね、ホコリを絶対に入れない、全く取り組み方が残念ながら日本と海外とは大きく違うというのがあります。これは今フィルムを巻いております、これは巻いた状態でこれから室内に、このフィルムを持ち込んで、そしてフロントガラスに内側から貼っていくという作業。